ちろんできますね。確かにそうだそうだ。かゆい鼻が、あ、もう早速はやなんのナンルーム13期のランダムダンス見たよってちらほらありがとうございます。お早い、素晴らしい。そう、この間13期で集まってた日があって、その時にはいランダムダンスっていう企画を撮りました。なんかもう流れてくる曲をパッと踊らなきゃいけないんですけど、あ、途中まで見た人もいるけど、正直私ね踊れてる自覚はないんだ私そうあんまり突っ込まれてみんなには言われなかったけど、自覚としては自分の中では私結構踊れてないぞって思いながらやってましたそう、それでね思ったのが、私結構なんか練習してもすぐ忘れるんだなってこと染みつくっていうものがないのかもしれない。あ、でもさすがにさ、こうなんかラブ修行とか、あのすんごい昔からやってる曲だったら染みつくって言葉はそうかもしれないけど、私あの曲踊れなかったのびっくりした。あやなんが踊れてたのに。まあちょっとあれですね、まだネタバレしちゃう人もたくさんいるかもしれないので、 あえて曲名伏せておきますが、あのカップリング曲、あやなんが踊れると思わなかった。私練習したんだけどな、本当に消えてました。なんか本当に、あ、確かにね、人間は忘れる生き物だっていうのは小学校5、6年生の時に学びましたね。先生が言ってたので、はいだからなんか繰り返したら定着するんだって話でした。ってことはまた披露する機会があれば岩立さんを思い出すんですね。はい、あの期間だけだとどうしてもあの一過性のものといいますか、そういうことなんでしょうね。はい、なのでやっぱ繰り返し繰り返しやったものこそ覚えていたりするんだろうなと思いますので、はい、また披露する機会をぜひどこかであればね。ってなわけで、はい、で今ちょっとあの昨日の金スマを見ましたっていうコメントもいただいてるんですけどね。それで言うと私あのね、番組その自分が今回スペシャルメドレーで会いたかったと桜の花びらたちを披露させていただくことがあのスタジオでねさせていただきまして、もちろんそれもなんだろう、こう改めてねこういったタイミングでもう何度もね劇場だったりとかコンサートだったりとかいろんな場所で披露させていただいている曲ですけど、改めてね歌うってなるとやっぱすごく緊張感があったなって、うん、もうこの12年間の中でももう本当に一二を争うくらいにもう本当に緊張しておりました。うん、そう、そしてその時に思ったこともあってあの X の方にも書いたんですけどね、改めて振りと向き合おうとするとどうしてもこう正しく踊らなきゃっていう気持ちがこう先走ってしまうというか、もちろん大事なことなんですけど、それで頭がいっぱいになってしまうところもあったような気がして、でちょうどね自分たちの収録前にモーニング娘さんの曲がメドレーだったのであったんですけど、モーニング娘さんの楽曲の時にちょうど本当にすぐ近くでスタンバイしてたんですよ。だからその曲とかももちろん聞こえてきてですね、そうなった時に自分ってそこに関してはこう一視聴者として今まで見てきたわけでね、あの知ってる方もいるかもしれないんですけど、
あの小学生の頃からコンサートに行かせてもらったりして、本当にずっと自分が楽しく見てきたものだったからこそ、その曲を聴いた時にもうワクワクしてきちゃったんですよで、まあね、自分の本番前だし場所も場所だからっていうところはあったんですけど、なんかこう自然と振りがこう体になんかこう動きたくなっちゃうくらい、そういう気持ちになったのが、あ、これって自分が逆のことができたらいいのかなってその時に気づいたというか、なんかハッとした部分がありまして、そうなんです、そう、それでちょっと X の方にね、そんなこと思いましたっていう話を少し書かせていただいたんですけどね、なんか私その昨日の放送とかも見てて、当時さ、なんていうんですかね、あの夏先生のことはもう小学校1年生くらいに私はモーニング娘。さんのこのテレビでこう出会って、すっかりもうファンになってっていう感じだったので、もう夏先生のことはその当時から名前とか存在とか知ってたわけですよ。で、すごい方なんだっていう風にずっと思ってたから、あ、皆さんすごい、その時ね、そうだったから、なんていうかちょっと何の話しようと思ったか忘れちゃったじゃないですか。ちょっと静かにして、静かにしてください、母たちが何の話しようと思ったか分かんなくなっちゃったじゃないですか。いや、今回本当にだから、あの人選ね、どういう感じで今回のあの曲を歌わせていただいたメンバーで16人だったのかはちょっと特に説明はされてないんですけど、でも自分としては夏先生ってすごい本当に子供の頃からすごい方だっていうのを見てきたというか、まあテレビとかもちろん通してですけど、でもそういう方だからこそすごく憧れた存在だったからこそ、あ、だって私 AKB の1期生オーディションがあったじゃないですか、まだ AKB とも名前がついてない時に秋葉原であのアイドルがあの指導をします秋元先生と夏先生だったんですよ。秋元先生と夏真由美先生がこのプロジェクトに携わりますっていうのを、私は確か山手線の広告かなで見て、すごい受けたかったんです当時オーディション。そうなんです、なんかこんなすごい方たちがプロデュースするアイドルが始まる、受けたいって当時思ったんですよね。ただちょうど中学受験の時期と被ってしまって、なんかあのまあね、中学受験したいって自分でも言ったしそういういろいろあって1期生はもちろん受けてないんですけど、でもそれを見た時にそう思ったくらいに、あの憧れている存在というかすごい方だっていうのを当時から思ってたので、今ねこうして AKB のメンバーとしてその振り付けを踊れていることだったりとか、あとはそういう機会にパフォーマンスをすることができたこととか、もうすごい自分の中で大きかったんですよね。だからすごくはい、だからこう出演させていただくことが決まった時とか、もうなんて言うんだろう、もうなんかまさかそんな機会にね立ち会うと思ってなかったから、すごいもうその時から緊張してました正直はい、正直ねしておりました。で、昨日の放送を見てやっぱり改めてあのモーニング娘。さんに携わられていた時のエピソードとかいろいろ出てきてたじゃないですか。で、私そんね、当時コンサートとか行ってて、あのね、なんでこれ思い出したんだっけ、あ、そうだ、
そのハロープロジェクトさんの楽曲でこう夏先生が手掛けてるっていうところで、いろいろ楽曲がこう、この曲はこういう、私あのラブマシーンかな、ラブマシーンだよね、ラブマシーンのさ最初のポーズがなんかトイレを探してるみたいなイメージだったとか初めて知ったんですけど、なんかそういう感じでいろんな楽曲がこう振りのこととか紹介されて流れていくのを見て、私待ってこれめちゃめちゃ踊ってた当時って思って、もでも私コンサート見に行って振りコピしてた人なんですよね振りコピ中だったんだってことに昨日はっとちょっと気がついたこともあったんですけどすごい好きだったんですよ。え、それ有名な話なんですか。じゃあ昔聞いたことがあったとしても、なんか本当だと思ってなかったのかもしれない。なんかそうなんだって昨日改めて思ったので、私あの時多分コンサート見てないぐらい踊ってたと思う本当にで、なんか何しに行ってんのじゃないけど、なんかね、母、一緒に行ってた母に何か言われたことあるんですよね、多分踊りすぎてて、なんか記憶あるんだけど、なんて言われたか覚えてなくてねそう、だからすごい当時からそういう意味ですごく楽しんでたのかなって思って、だからなんかその自分が思ったこととしてネックスにあげた文章とかもちょっとこうどこまでどう書こうみたいなのですごいね悩んじゃってね、載せるの今日の朝になっちゃったんですけど、だから本当に自分もなんかパフォーマンスとしてね、なんかそうやって一緒に楽しんでいただけるものに、この振り付けっていうのかな、ね、作っていただいた振り付けとか、これからそういう風に表現していけたらいいなって本当に改めて思ったので、なんか本当に自分がファンだった頃のこととかがこう、あ、そういえばあの時こうだったああだったとか、そういうのもあって気づくことって結構あって、いざこう自分があの AKB になってアイドルになってステージに立ってってなると、なんかその部分をふと忘れてしまうというか、なんかその頑張りたい気持ちとかが先行するあまりに、多分一回そこを忘れてしまう時があるんですね。だからなんかこうやっていろんなきっかけでそういう気持ちとかを思い出して、なんか自分の大事にしたいものだったりとか、自分が、なりたかったアイドル像みたいなんじゃないですけど、そういうのとか、なんか昔こう思ってたなっていうのがすごい、なんかたまに自分をこうドキッとさせるというか、そんなねことがあったりするんですよ。ちょっと本当うまく言えないんですけど、本当に今回の番組に出演させていただけたことも自分にとってすごく貴重な経験になったなって思うので、もうこのことを本当に胸に頑張っていきたいなって思いました。ね、なのでまだあの放送見れてないよって方は TVer とかで配信やってるので1週間見られると思うので、ぜひ見てください。見てほしいです。あ、私もびっくりした、高見菜さんがさ話してたね、先生が足に重りつけてたってエピソード、もう漫画に出てくるようなねもうなんかその達人みたいな描写じゃないですか、それって。もうそんなことが、
あとそうですね、桜の花びらたちの歌詞、2回サビがあったんですけど、2つ目のサビの方が私たちも初めて歌った歌詞で、確かにどこかで聞いたことがあったんですけど、初めてこう文字として見たというか、こうなんか立ち位置表とか配られた時に歌詞も書いてあるんだけど、その時になんだこれはっていうでも聞いたことあるんだよね。でも当時1回しか披露されたことないらしくて、なんで知ってるんだって思った。あれは何バージョンっていう名前なのかしらね。そうだから、このいう朝知ってましたよ一応。あ、私そのね、普段歌ってる歌詞ももちろんすごく素敵なんですけど、なんかより今回歌うとなった時に、よりこうなんか直接なんていうのかな、気持ちがすごい、そこにすごく沿うような部分が多くあったので、あの歌詞の方が。そうだからね、あの歌詞を今歌うことができて、それも良かったのかなって思うし、あれは2010年、あれがこれなんだっけ、それなのか、だからかなと CD とかで聴いてるのか なんかありますよね。桜の花びらたち2回収録されてるなって、多分昔は何も思わず、なんか何年バージョン何年バージョン何が違うんだろうって、多分それくらいにしか思ってなかったかもしれないんですけど、そういうことかね。なのでぜひね、そこも見ていただけたらいいなと思います。注目していただけたらいいなって。そうだ、今その2010年バージョンとか劇場とかいう話でも思い出したけど、あ、薬師寺奉納公演で歌ったらしい。私それ DVD 持ってるんだよ確か。それかな、それで見てるか。そうなんだ。でも本当に限られた機会でしか歌われてない歌詞なんだね本当に。持ってます持ってます。なんか、薬師寺奉納公演ってあれだよね、しまって、ちょっと私も不安になってきちゃった。で、自分持ってる公演、あ、2010年にやってるからか、そりゃそうだよね。あ、そうそう、君についての印象があるけど、アンコールだったんだ。で、持ってるはずこれ。あ、すごい光ってた私の顔そうなんだそうなんだ、懐かしいですね。か、2010年だから本当に私がAKB に入る1年前くらいのことなので、めちゃめちゃファンを楽しんでいた時代です全然あのいわゆる在宅だったので、本当にコンサート1回だけね行ったことあるんですけど、てかじゃんけん大会行ったことあるんですけど、あとまあ握手会も行ってみたことあるけど、本当1回とかなので、
ほぼ在宅をしてたので劇場とかも見に行ったことなくてね、ファンだった頃は。お、ちょっと待って、私ちゃんと保管してるかな、ちょっと探さなきゃでもさすがに見には行ってないから映像で持ってるはず。十年桜ってね、 KB となんかちゃんとこう KB 好きってなったのはそのタイミングだったので。あ、結構皆さん知ってる方とかも多くて長いね、みんなありがとうございます。あ、私に会うまでは在宅でしたとか。でもなんかきっかけってきっとありますよね、このなんかその自分の環境とかもそうだし、あとはなんかちょっと会いに行ってみようかなって思ってくださったきっかけがあったのかもしれないしね。なんかそういうのがきっと皆さんそれぞれあると思うからさ。ありがとうございます、きっかけだったみたいなの特に嬉しいですね。あ、未だに在宅だけどいつか会ってみたいですって人もいるわ、ありがとうございます。待ってます、待ってます待ってます。多分今かもよ、今だよねえ、本当に結構皆さん長いね。あ、ちょっとサッカー、さっき見てたサッカーの話だこれは。ふっ、でもあの今ちょっと私遠征って文字でね思い出したんですけど、来月鳥取行きます。来月鳥取県に遊びに行きます。鳥取です。なんか久しぶりにこんなに遠出をするかも。京都は行きましたよ、でもお仕事で行くのめっちゃ久しぶりかもしれない。意外とあの駅弁のねロケとかもやってますけど、なかなか鳥取が結構よ距離ちょっと久々の遠出にワクワクしてます。カニです、阿部鳥取堂さんとかカニの駅弁が有名なお店が印象強いんですけど、買えるかな、鳥取駅の、待ってちょっと私あれ出したい、あった、鳥取駅前なんだよね、このバードハットっていうところ、バードハットっていうところで公開生放送を行わせていただきます、というかゲスト出演させていただきます。 JA 全農カウントダウンジャパンという東京 FM をキーステーションに全国38局ネットで、放送されているラジオですね。土曜日の13時から放送しているラジオ番組なので、もちろん今日も放送ありましたね。このハッシュタグで調べたらちょうど出てきました。なのでもちろんラジオの方でも楽しんでいただけますし、もしあの鳥取近いよとか、ちょっと久しぶりに鳥取行こうかなって人とか、初めて行こうかなって人もしいらっしゃったらぜひ。お、なんか面白い、砂場コーヒーだなんて、ちょっと鳥取っぽい名前じゃないですか、すごく近いのかな駅から。
時間があれば行ってみたいな。ちょっとメモっとくね、マネージャーさんに言っとくわ。なんか私もほんとさ、鳥取行く機会なんてなかなかなかったから行きたい、そういうとこ。あとおすすめのグルメとかお土産があれば教えてください。メモった。で、今回はその公開生放送なので、無料でももちろん見ることはできるんですけど、座って見られる席があるみたいで、そこに関しては、抽選、事前抽選がありまして、9月1日までご応募できるとのことなので、もし座って見に行きたいよって方は応募してみてください。あの、私のX から食べます。あ、牛骨ラーメン知ってる、名前だけ。でも東京でどっかで食べたな、それ美味しかった気がする。あ、銀座かも、牛骨ラーメン。私一時期ラーメン食べ歩いたんですよ。あ、もう申し込んでくださった方いる、ありがとうございます。 JR 鳥取。え、スタバは鳥取にはないんですね。ないけど砂場コーヒーはあるっていうキャッチコピーなんだって。確かに一文字違いだ。え、そういうこと、スターバックスコーヒーみたいな、砂場スタバ、そういうことすごい、そうなんだ。うん、勉強になります。うん、座れなくても見ることはできます。ただちょっと鳥取まで来ていただくことにはなるので、あの、まあ、あの直前のスケジュール次第で行けるか決めるって人は、あの、一応見ることはできるので。あ、なんだ、スタバもあるんかいでもなんか意外とね、前にニュースになってたりしましたもんね。なんか、あ、だってでも今はあれか、47都道府県のさ、スタバやってたから、さすがにスタバは47都道府県にあるんじゃない。なんか何年か前にそういう企画ありましたよね、この都道府県はこのフラペチーノみたいなやつやってた気がする、うん、あ、お、サンライズも埋まってたかなるほどね。確かに往復12時間結構かかるな半日じゃん、往復12時間ってすえー。鳥取は結構遠いかもですが、関東の方とかね、東北とかの方遠いかもですが、西日本にお住まいの方はもしかしたらね、いや、今までで一番近いって人がもしかしたらいないこともないからさそうだね。あ、鳥取空港から砂丘近いんだ。そうなんだ。じゃあちょっと皆さん、もし来られるよって方は楽しみにしてます、当日会えるのを。あとは、あの、普通にラジオで聞いていただけたら嬉しいなって思いますし、あとなんかその X のポスト、もう馴染みがなさすぎるこの言葉たちあの公式さんのね、チェックしてたら、番組のしてたら、なんかプレゼントキャンペーンとかもちょこちょこやってたので、美味しいものが当たるみたいなキャンペーンやってたので、ぜひチェックしておいてください。嬉しいね。私もでもなんかまだ何を話すのかとか詳しいことは聞いてないのでわからないんですけど、でもラジオだってほぼ1時間ゲストとして出演できるということなので、いろんなお話できるんじゃないかなと思ってますし、はい、ラジオ大好きなので楽しみにしてます。梨、あ、なんか梨のグミいただけるって書いてあったよ、その抽選で当たった方、席に座って見る方にはから梨本物も食べたいね。グミグミ、でもグミも絶対美味しいよ、私普通にグミ好きだからさ、普
それはそれで嬉しい。私旬だ、そっか旬だもんね。いい時期に行けるかもしれないです、私たち鳥取に。イエイ。20世紀なし、よく聞くやつだ、それだね。そうだね、カニいいね、カニに日本酒っていうのは最高だね、わかる。ってわけでも、でももう1ヶ月後ぐらいじゃない、9月の16って。あっという間だね今年。なんか8月、いや7月くらいからかな、本当にさ日々が過ぎてくの早いなって思うようになってさ、まあ先月はコンサートのリハーサルとかしててあっという間だったなって感じで、8月に入ったら落ち着くかなって思ったんですけど、意外となんかしてる気がする。劇場もちょこちょこ出演させていただいてるし、これも昨日もらったし、出て使うんだ、ピカ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 チュウかどうかは書いてないですが、耳です。すごい、オープニングが幕が開いた瞬間みんながこれつけてて、あのすごいね、チャチャチャって回りながら、やばい笑いそうって思いながら回ってました。すごいよねこの耳、かわいい、かわいくてつけたくてつけてます。はい、ポケモン最近の子は全然わかんないんですけど、ポケモンね。でも昔私もポケモンパンとか食べてたし、そうポケモンパンのシールとかさ友達と交換してたの覚えてるの。で先生にバレて怒られてた。シールは持ってきちゃダメですって怒られてた。懐かしい思い出です。シール交換して怒られた。そうなの。とりあえずねこれもいただきまして、私はオリンブイでした。オリンブイすごい、ミニミニボイスだそうです。かわいい、すごかった。だからこのおりんのこの着ぐるみのやつとかがいっぱいあるんだね、お写真。ミニミニ。お、ポケモンパン。EV、そう、EV のおりんってことだね。かわいい。すごいね、このポケモンカード仕様なのとか。面白い。これ黄色い耳って書かれてるのちょっと面白い。黄色い耳の装着をお願いします。しかも今こうね、オリン、オリンも配信でやってた、それはやりそう。オリンはちょっと私はこれがしたくてちゃんとここに用意しといた。このさ、オリンちゃん1年間のトピックにさ、私どこにいた、今私の名前を見つけたと思ったけど、なんかちょこちょこ名前出てくるな。お渡し会一緒だったもんね、参加とか。あとこっちはあのラジオアイニュース私と出演したとか。ってことは去年のどっかにも書いてある、見つけられない、見つけられないから諦める。いつだったっけ、あれ10月じゃなかったっけ。あった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 、10月13日でしょ。でも2人でのお仕事ってそれぐらいかな。なんかもう
仕事なのか何なのかわからないのよね、オリン。ちょこちょこ出会うから。そう、でもそんな感じで名前がちょこちょこありました。やったね。やったね。はい。あ、じゃあそろそろ外してみましょう。かわいい。大事にしまっとこうと思います。あ、そうだね、最近は夏祭り、あの千織のインスタのストーリーに上がってたんですけど、ん？違う、リールだ、リールに上がってたんですけど、この間夏祭りにメンバーで行きまして、まあ、トムもいたんですけど卒業してもね、トムちゃん割といるからさ、全然トムちゃん卒業して実感湧かなくて私そうなの、トムちゃんなんか本当にナチュラルにいるからそうなんでございます。そうです、神田明神のお祭りに行ってまいりました。神田明神梅サワーってやつがあってね、会場に神田明神で採れた梅を使った梅サワーがあったの、美味しかった。もう私さ、着いて何食べようかなみたいな感じでこう見渡した時にもう梅サワーが一番に目に入ってきちゃって、梅サワーまず買って、でさ、そっからさ食べ物どうしようって思ったらさ全然決まんなくて、一旦かき氷ってまた食べて、でどうしよう、焼き鳥にしようか焼きそばにしようかみたいな悩んでたら、気がついたら帰ってたそうなんです。でも帰ってました。あ、そうなんだ、え、梅酒ハニハモ、あ、そう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 、江戸子スタジオのドリンクにもある。あ、そうなんだ、じゃあなんかまたフラッといったら飲めるのかな、ちょっと今度またあそこの建物にもやってみようかなね。やっぱあそこ聖地だから、ラブライブにとっても AKB にとってもね、行かなきゃ。梅サワーどうだろう、ただ梅サワー、え、梅酒と梅サワーはまた違う気がするんだよな、ちょっとそこがわからないけど、はい、ちょっとまた行ってみよう。あ、でも確かに甘かったから梅酒をあれはソーダで割ってるのか、そういうことか、梅サワーってあんまり考えずに飲みました梅だっていう、もう本当にさ最近毎日暑いじゃない。そう、それで、あ、ちょっと前髪そろそろいいかな、そろそろ別れるかな、別れてないよ、これは別れてないよ、こうだ。そう、なんかすごい立ち上がった、暑いじゃないで、まあその日もさね暑かったから、はあ冷たいシュワシュワのっていうので飲んでたので、あ、そうで、そのお祭りの時にレモンサワー屋さんとかなんか新しいなって思ったのよ。そう、そういうお店があって、屋台があって、でその数日後ぐらいの MC でなんかその屋台をやるならどんな屋台を出したいですかみたいなお題だったので、チャケがレモンサワー屋さん出したいって言ってて、あ、見たって思ってそう、確かにレモンサワーいいよね、夏祭りにシュワシュワの。でなんかそれを見かけたから
祭りで、だからチェケにそういえばこの間行ったお祭りにあったよその屋台って言ったらすごいびっくりしてた。チェケは存在すると思ってなかったらしい。でもあの日やっぱり食べてくればよかったな。焼きそば、焼きそばは本当に美味しいんだよ。今日の夜ご飯も焼きそばだったんですけど、焼きそばってなんだろう、でもあの屋台の焼きそばが一番うまい。なんでなんだろうね。うん、あ、なんかみんなすごいシュワシュワ飲みたくなっちゃってるシュワシュワね、えいいよね。てか基本的に焼き物、あの鉄板で焼いてる焼き物なんであんなに美味しいんだろうね。あ、お腹空いてきた。お好み焼きとかも食べたくなってきた。よくない、この話やめよう。水飲む。お腹空いちゃう。って思うとね、お祭り行きたいんだけど、もうお祭りって終わってるよね。なんか屋台のご飯が食べたくてお祭り行きたい。どっかでやってないか、まだやってるとこありますかね。また探さなきゃ。そう、人混みっていうのはちょっと疲れちゃうところもあるんだけど、程よいやつに行きたい。まだしてるかな。ほんと？じゃあちょっと私鉄板のグルメ食べてくる。秋祭りだなんていい言葉ですねもう年中やってほしい。あ、でも冬はあれか、クリスマスなんだっけ、マーケットだ。クリスマスマーケット最近やるところ増えたから、あれはあれでね、ホットワインとかねいいじゃないですか。うわー、手元にペヤングがあるって人がいる、いいな。お、うわ、おでんいいよね、いいね。あー、だし割りもいいよねおでんといえば、うん、結構いろんなとこでやってるお祭り。お腹すくから、そう、私この話やめるって言ったのに終わらない、ダメだ、お腹すいた、助けてください。晩酌美味しいよねホットワインの話してる言い方いろいろある。あ、でも浅口芝の祭りとかも混むじゃん。ダメだよ、人多いもん、あれ。昔でも、昔家族で行ってた時はさ、そうでもなかったのにさ、大人になってから行ったらなんかすごかった。もう二度と同じ道に戻れなかった流されたもん、もうそんなイメージなのよ、あそこのお祭りは。もう祭りだ。そうか、お腹すいちゃったな。千葉のおすすめのお弁当ありますか。お弁当そういえばお好み焼きの駅弁がね、確か広島にあったんですよね前に。広島で全国握手会だったかな、多分その時に、広島に行って、でそこからちょっと九州の方に舞台を見に行こう、博多の方に、博多だったかな、なんか行ったんです。で新幹線で確か行ったから駅で買ったんだけど、あるのよ、そんなのもあるの。でも今販売されてるかちょっと分かんないんだよね。
結構駅弁とか入れ替わりが激しい業界なもんでね、来年にはなかったりとかするものもあるので、のとか、あと焼きそばのとかもありますしね、しょっつる焼きそばっていう、これは秋田のやつなんですけど、いろいろありますよ。うん、福山さんの舞台見に行きました。いや、あのお弁当はもうね、お好み焼きオンリーだったはず。あ、中に米入ってないはず。ちょっと記憶が曖昧です。いや、でも入ってなかったはず。入ってたらなんかもっとインパクトがある気がするんだよな。いや、でも入っ、もう一回食べたいな。もう一回食べたいな。あ、じゃあお好み焼きだけなんじゃないかな。ちょっとわかんないですが、また行く機会があれば食べたいなと思いますし、鳥取で駅弁買えるといいな、買いたいな、買わなくちゃ。サバが入ってた？そっちか。やっぱ広島だとおそばが入ってくるのか。あ、すごい、あのちょっと恥ずかしくてさっき言わなかったんだけど、あやなんチャンネルの作法、体型綺麗すぎてずっと見ちゃった。ダンス見る企画なのよ。ダンス見る企画なんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。確かにあんまり、でもあのスタイル、なんかあれちょっとね、 T シャツを結んでみたんだけど、 T シャツ結んだこと正直なかったの、あの形で。だからちょっと、あ、こんな大きな T シャツいい感じに結べるんだってことにあの日気づいたんです。なのでね、なんかみんなが結構ちゃんと服着てたから、なんかちょっと私ダボっとしてきすぎたなって思ったんですよ、あの日始まってから。で、自己紹介中ぐらいにちょっと結ぼうって思って、ヘアゴムは持ってたから、それで結んだ次第です。なのでおもむろに結びました。見てね。ちゃんと服着てた。なんていうの、なんかあの、なんだろう、なんか可愛いの着てんなって思っただけ。可愛いの着てんなって思ったの。どこから見えるの？当たったわ、してる。ちょっと待って待って。じゃあ一回そっち呼ぶね。じゅんさん、パイナップル立ったわ。ありがとうございます。こっち。ありがとうございます。ね、あ、そうそう、質問も集めて、がいつかその質問に答えるやつもなんかで上がるんじゃないかなって思っててください。楽しみにしててください。あ、そう、これ終わったら見てほしいんだけど、私のツイッター X にリツイートみたいのもしてあるし、あのそもそも YouTube で、あの篠崎彩菜ちゃんの何ルームで調べたら出てくるのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、篠崎彩菜って調べて、あのそのチャンネル行ったら多分今一番上にあると思うので、ぜひ見てください。もう開始のね、開始30秒ぐらいで終わりそうになるところとか、あの楽しい楽しい撮影だったので、ぜひぜひ見てください。ランダムダンス楽しかったよ。あ、確かにあやなの YouTube はちょこちょこ出てるかもしれない。うん、なんか
これもその13期でねやりたいって綾菜が言ってたし、あとはなんか楽屋とかね、なんか自然となんて言うんだろう、全体でね AKB の全体でいる時とかって なんとなく気ごとに座りがちというか、自分がね今だからなんか隣とかにいたりするんだよ。なんか別に誰もなんかここ集合とか言ってるわけじゃないのに、なんか自然と多分荷物の感じとか見て、あこの辺誰だろうなみたいな多分あるの。そういうのもあったりするけど、そういうのもなく来る人もいるから、なんか自然と集まってるの。あ本当？握手会も生誕祭のも、あなんか私結構出てるみたいなので、よかったらあやなの YouTube 見てください。ああと千織の YouTube にも、あそうだグラビアプレスの話一個もしてないよ、もう書いたのにそうグラビアプレス17日に発売になったんですけど、千代ちゃんがね今回表紙なんです。でその日の撮影風景ということで、千織がメイク中とか撮影中とかに動画あのカメラ回ってたので、そこに私も同日に同じ場所で撮影をしていたもので映り込んでたりとか喋ったりとかしてます。非常に緩いテンションで映ってます。そっちの方がそうだよね、グラビアプレスまだ届いてないっていう方多いよね。なんかあの思いました、発売日にあの全然リアクションがなくて、皆さんからのなんかさ、普通さ発売日とかさこう放送された日とかにさみんなさ感想とか書いてくれるじゃん。でもさ全然なくてだからあこれみんな手に入ってないんだなって。私もあのあれですね、紙面のなこういう風になりますよっていうのをマネージャーさんから送ってもらったやつだけを見たので、私も本紙は実はまだ見れてなくて、だからちょっと今そう本屋さんなんかね、人によってはねどこだったかな、あのタワーレコードに並んでたっていうレポを上げてくださってた方とかがいたから、もしあのここにあったよみたいな、あのちょっとねお家の近くとかだと皆さんの家バレちゃうの怖いからあれなんだけど、なんかいい感じの場所であったら共有していただけたらいいのかななんて思います。あとはあの Amazon とかネットの方でも購入できますし、あとちょっと出版社都合で遅れてるっていう事情もあるみたいなので、はい、なのでちょっと待ってていただけたら嬉しいなと思いますし、私もちょっと手に入ったらまたじゃーんってやつやるので待っててください。うん、20日以降？じゃあ明日以降だね。あ、渋谷のタワレコにあるらしいだってよ。じゃあちょっと皆さんタワレコにある確率が高いっぽいので、タワレコを見つけたら入ってみて探してみてください。あとはもうネットで購入してください。の方が確実かもしれないな。あ、もう1時間ぐらい経つね。私今日喋ってるよね。ちゃんと喋ったよね。大丈夫、喋れてる。なんか1週間前に多分やってると思うんだけどさ、1週間ぐらいでだいぶね、いろんなお話がまたできるようになって、日々濃いだなって、だからこそこんなあっという間に日々を感じてるのかもしれないね。ね。あーかゆい。お、いつもちゃんと喋ってるよ。ありがとうございます。え、なんか珍しく今日オタクトークとかしてないじゃないですか。なんかこんなお仕事の話だけでこんなにも時間がね、あっという間に経ってしまうだなんて嬉しいことだなって。思うので、あーそうだね、ティフの話とかね、うん、そうだね。でももう1時間早いの。オタクトークはまあ、ちょっとお待ちください。なんかどっかのタイミングでまたしたいけど、あ、今日お酒トークしたんですね。はい、オタクトークでなんかお酒トークをしたそうです。私オタクトーク、じゃあ次回やりましょう次回、本当に次回かって思うんだけど、まあその時々で多分喋りたいことがね気が変わっちゃったりするので、
もうその日思ったことを喋っていこうと思います。きっとまた来週もショールームはやりますよよ。かゆい、なんか本当にさ、もう汗かきすぎてるのかさ、もういろんなとこがかゆいんだよね。汗かいてるのかな。あ、またなんかポコってしてきた。触っちゃいけないね、こういうの。我慢です。ありがとう皆さん、いろいろ話を聞いてくださって。なんかこれで後から思い出すこともありそうなんだけど、まあいっか。まあいいよね。じゃあ、あ、私はちょっと TikTok に上げたい動画があるので編集をしようと思います。この後今日あげるか明日あげるかはちょっと悩みどころなんですけど、悩みどころなんですけど、ちょっと作りたいものがあるのでできるように応援しててください。というわけで、今日はちょっとね、あのもぐもぐ放浪記の動画をちょっと作りたいのがあるので、まだ途中なんですよ。ちょっとどの長さにするかが決めれなくて、そう、めっちゃ素材取っちゃってんの。でも TikTok10 分まで上げれるんだけど、ちょっと10分は長いよなって思ってちょっとどのサイズになったかも楽しみにしててくださいというわけで、ね、動画編集最近ちょっと楽しいのよ。はあ、ちょっと待って、なんかまたこれ固まってるぞ、私の画面が。やっぱこのテロップ入れちゃうとダメなんだな。ふう、あ、ダメだ、戻ってくれない、ふうって入れたのに。ふう入れた意味じゃんこれじゃ。あ、いくぞ。じゃあ13位から読みます。13位、リバーアットチョンサ、ん、チョンサダンチャルジャーだ。チョンサダンチャルジャー、ありがとうございます。リバーさん、おやすみなさい12位、ゆたかさん、ありがとうございます。11位、おっさん、明日誕生日、やった、おめでとう。ちょっと待って、あ、来た。59歳、もはや老人です。じいさんと呼んでほしい。じゃあちょっと委ねます、おっさんかじいさんかじゃあとりあえずおっさん、58歳最後の日ありがとうございました。じゃあ次は10位、みさわくん、ありがとう。9位、横秀さん、ありがとうございます。8位、がおくくん、あーいいな、ん、なんて書いてあるこれ、あーいいな、いーき、あ、会いに行きたいってことこれ、あ、会いにだ、なじゃなかった、会いに行きたい、あ、待ってるよ、ありがとう。で7位がゆきたん、あとさ、ほうちゅうの子てんてんてん、ちょっとね、あの上位の人読めない可能性が出てきた、なんか知らないけどこれがいるんだよね、ここにね、何なんだろう本当に、どういうつもりなのよ。こっち起動しよう、もうダメだ、読めない、ちょっと私その文字入れるのやっぱやめよう、画面固まっちゃう。配信する、あ違う、配信しちゃダメだね、こうだねもう何のこっちゃって感じなんですけど、うん、もう困った。じゃあタイムライン、ん、違うな、コメント、あ、あったあった、ライブランキング、よし、ランキング変わってないよね、よし。ゆきたん、あとサホチューのことゲットしてもいい、サホチュー、サホチューっていうのはいつ登場しましたっけ、存じ上げません、ありがとうございます。6位、ピースのおっさん、ありがとうございます。5位が島田和幸さん、ありがとうございます。
4位は今津あと四つ葉さん、明日で休みとコロナ自粛が、おお、コロナだったの？元気になってよかったです。うん、確かにでも休みとかぶっちゃったんだ。そっかそっか。じゃあゆっくり復帰してください。ありがとうございました。3位軍事推し、久々ランクになるかしてますよ。ありがとうございます。2位ケンさん、ありがとうございます。そして1位がジュンさんでした。ありがとうございました。そしてヤッホー賞いこう。もうヤッホー賞ヒロさんです。ありがとうございます。ヤッホー賞は誰だ、大橋さんだ。ありがとうございます。はいというわけで、あ、なんとなくそれが分かったわ。はい、というわけで、あれあ、でもあれ黄色い耳だからさあちょっと待ってね、これね直さないとね、直さないと終われないので、ボタンを押して押して押してくれ押してくれ、押した。これでいつでも終われる体勢が整いました。じゃあ今日も1時間ぐらいお付き合いいただきありがとうございました。また近々やると思います。皆さんねーねーはい、というわけでサホリズの合言葉はスマイルウィズユー。おやすみなさい。またねー、バイバイ。